こんばんは、花怜山さん。まあ、動画の方ね、お疲れ様でございます。ありがとうございます。まあ、今回ねあの、2000円の、2200円のラーメンという話、ちょっとしてみようかと思うんですけども、こうやってねあの、大江千里さんっていう方がね、いらっしゃるんですよ。ミュージシャンで、シンガーソングライターでいらっしゃってね。で私が高校生の頃に、まあ、ヒットを飛ばして、映画に出たりとかね、割とグイグイと出てきた方なんですけども、まあ、今ね、結構いい年齢になって、アメリカで音楽活動されてるんですよね。 でこの前どっかに記事を書いてたんですよこの OSN 里さんがそれは1杯2200円のラーメンを食べながら日本の安い食文化についてすごく心配してるって記事なんですよねで気が付いたらね先進国の中で日本が一番食費が安いんですよ物価が安いんですよよよくねなんか爆買いとか行って日本に来て大量に物を買っていくそういった人たちがいたのを 日本はおもてなしがいいから買いに来てくれたんだねとかねインバウンドだねって言ってる人がいましたけども全然勘違いで日本はただ単に物価仕入れ値が安いから買いに来てるんですよねでそれを買って帰ったその国でリザードつけて売ってもちゃんと売れるからやってるってことなんですよねだから日本はもう安売りの国なんですよで商品の価格が安いってことは日本人の人件費が安いってことなんですよね先ほどの,あのラーメンの例でもなんでラーメンがね1000円もせずに食べれるかっていうことは 人件費がそれだけ泣いてるってことなんですよねで。私たちはすごくね、低価格で働いてるんですよ。これはね、あらゆる業種が安く働いてます。まあ、自分はそんなことないかなっていう人でも、年収にやらしてみたらね、どんだけ安いかってことが分かるんですよ。で、おおよそ年収が、あの、1000万とかないね、30代以上の方で1000万なかったら、これはね、叩かれてるっていうか、自分が安い給料を選んでるなって思わなくてはいけなくって。というのがね、あの、初任給の問題ってあるんですけども、 軒並み日本安いんですよね初任給が、うん。だから最初の着任して1年目の仕事について1年目の年収が300万みたいな国っていうのはね先進国でないわけなんですよね。まあ、そういうデータもあってちょっとね気分を冷やさないといけないかなと。で私たちはあの周りを見るとみんな日本人なんでその人たちの所得とか暮らしが標準になっちゃうんですよね。でももうちょっと広く世界を見ていく特に今ねスマートフォンがあって誰でも 日本以外の情報を簡単に取れるわけですからそうやって見ると自分がどのぐらい遅れてるのかってことが分かるんですよね。まあ、でもそのスマホを持っていても検索するものってのが、あのー、全く無意味なものっていうかね価値の薄いものに一生懸命特化してるんですよね。でそうなっちゃうと何も見えなくなっちゃって誤った情報を持ってる人とだけつながってるんで誤った情報しか流れてこないってことになっちゃう。すごく、ね、偏ったあ不利な 情報にに囲まれててて人生を摩耗してるってことになっなちゃうのかなと思うんですよなのであの情報の受け取る力もつかないし発信する力もないしつまりは誰かと深く関わることもないしかといって広く関わることもなくって一体何だったんだろうかなみたいな人生をね繰り返してしまうんですよね、うんまあ、ちょっとね。 恐怖ですよね。ちょっと大江千里さんの話から随分飛んじゃいましたけども全てててははスタートラインは、うん、安く働いているるってところにあるんですよね、うん。だからもうちょっと私たちはお互いを高め合うまさに高め合うために高い人件費で働くことをやっぱりこう、ね、受け入れていかなくちゃいけない要するに商品の価格が上がったところでそれをきちんとね安いものになられるんじゃなくて。 これれを作ってくれた人に払おううという気持ちでね商品に払うというよりもその商品を支えてくださっている我々のねあの仲間たる労働者に、うん、お支払いするという気持ちでやっていくとこれがお互い様になっていくと、うん、自分の商品も高く売れるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、まあそういった形で私たちはちょっとね、まあ、安すぎるかなというふうには思うんですよね。うん、これがまああのラーメン円 大江さんの記事から感じたことなんでですすけどねねいかがですかが、ね、ちょっと前は手取り14万みたいな話しましたけども、うん、やっぱりねここまで環境が整ったのに所得が低いことで悩むっていうのはなんとか打ち砕かないといけないですよねなんかねどっかであの見えるべきものを見えていないもしくは考えるべきことを考えてないとかね。 うん、それから今日動画のまとめでちょっとね、あの、この言葉を送りたいんですけども、わからないからわかるまでやる。<laughs> 学んでいく。できないからできるまで繰り返してトライするのがまあ私の考え方なんですけども、わからないからやりませんとかね。できないからやらなかったとかね。これがいつから通っちゃってんのかなと思うんですよ。うちなみにね、あの、うちのね、山和くんがね、 にーーに行くよようになって私英語をまたた一から始めてんですよあの連絡帳を英語でね書いてるんですけども書くのも読むのもねやっぱりあのきついですねきついでもできないからこそきついなって感じるわけですからこれがね楽になってきたなっていうところまでまあ取り組むしかないかなと思ってますよねもうビビらずに逃げずにねさすがにね中学で習う英語ですよ で、子供に言わせれば、まだ1歳、2歳で英語をね、学ばそうとしてる親が、自分が学ばないっていのはどういうこっちゃとか思うわけですよね。<laughs> うん、さすがにね、この年になったら、あの、音を上げることもなくできるだろうと思うわけなんですよね。<laughs> まあ、それこそ、年はもういかないね、若いもんに、あのー、子供たちにね、なんか教育を施そうとしてる人間が、自らを教育しないっていのは、まあ、どういうこっちゃと思っちゃいますよね。まあ、それこそ、子供に笑わられるって世界じゃないかなと思うんですよ。じゃあ、いってらっしゃい。